はい、皆さんこんにちは、ワンダリビリビチです。では今回は信長の大地パーフィット、斎藤家攻防物語続けていきたいと思います。道三、義達、そして今達興と移り変わってきているんですけども、根本的なところは変わっていなくてですね、足利将軍家に睨まれているという中、再び包囲網を引かれています。包囲網に参加している勢力自体は決して多くはないんですが、今はですね、強力無比な上杉謙信に小山御坊に攻め込まれつつあるという状況です。で、我々の方は戦力がですねちょっと乏しい中、謙信の方は2万を超える軍勢を集めているという状況です。で、小山御坊をね放棄するという選択肢も考えたんですが、小山御坊は耐久力、そしてこの城自体の強さがご覧のように A で、モグラ攻めも食らわなければ水攻めも食らわないと、すごく優秀な城になっているの で、ここで一旦ね、謙信を迎え撃つと。で、まあ、もっと先のことを言うのであれば、この小山御坊はもう陥落しても構わない、ただ小山御坊から先に進ませない、つまり小山御坊で謙信の兵力を削るという作戦になります。では始めていきましょう。お金がないのでこのまま進めていきます。出たな、毘沙門天。さあ、では我々も小山御坊へと出陣していきます。8000しか兵が集まらないの、そりゃないだろう。もうちょっと兵力は欲しいぞ。せめて1万、1万3000か。いやー、もうちょっと欲しいな。もうちょっと欲しい。もうちょっとというか、もっともっと欲しいですね。ハンデでしょ。勝家はもうちょっと兵力引いてきてくれ。しかも、騎馬隊。遠藤隊は、鉄砲。庭隊も騎馬かな。清高。秀長。で、直政。で、部隊追加。一条谷、森吉成の郡上八幡。いや、ここは一条谷から、兵を出して、14,800。これで迎え撃つしかないのか。いや、上杉軍相手に、少ない兵力で戦うとか、ありえんだろう。さて、困ったな。外交交渉でどうにかなるものでもない。せめてね、この状態で足利将軍家が滅びてくれればいいんですけどね。まあ、その六角であったり三好であったり筒井であったりっていった三家のキー内にいる大名家とは強固な同盟があるので、このね、三好、筒井、六角がこぞって足利将軍家を攻めてくれれば潰せなくはないと思うんですけどね。そうすればこの包囲網自体が瓦解する。まあ、ちょっとそれは期待ですかな。あとは信玄が上杉領へ侵攻してくれると。まあ、そういうあたりかな。
いや、打てる手がない。あと松倉山城9000、この辺りの兵力を貸してもらえれば、あるいは逆転のチャンスはある。待機せよ。で、1万5000の兵で剣心を迎え撃つ。2万3000だもんな。どうにかして剣心、ただ剣心が1万の兵力率いてるとかだともう終わりだからな。でかいな剣心。剣心の兵力、不明なものの円の大きさから考えると、まあ5000程度と見ていいかな。とすると我々は今、敵の、まあ別動隊と言ってもいいと思うんですけど、ここにいる兵力を先に全力で潰しましょう。騎馬隊を、機動力のある騎馬隊を前に出しておいて、速攻で潰す。で、その間に向こうから敵が迫ってきても困るので罠を仕掛けましょう。奈落。マイビは？マイビの方がいいな。奈落はダメ。泥沼は？泥沼もはまらないか。あとは柵。ちょっと待ってね。一旦初期化、ごめんなさいね、もう一回させてもらって、鉄砲水がはまるようなところはないな。泥沼もちょっと意図したところにははまらない。となれば柵だ。三重の柵を作って敵の侵入を拒む。その間に敵の別動隊を潰す。あとは作戦かな。本陣切り込み。本陣切り込み隊は半兵衛に任せよう。よし、これで必勝を期す。で、上杉軍は1万2000の兵を残してる状態か。やってやるぜ。まあ作戦が完全に失敗してしまった形ですね。
柵がね、もうちょっと機能してくれればというところだったかな。まあただまだまだこれからですね、気を取り直していきましょう。小山ごぼうで籠城する。小山ごぼうはね、防御力の高い城だ。ここで兵糧が入ってきてくれるのもありがたいな。報告いたします。先月の、あとは兵力だね。兵力もう一戦上杉軍と、刃を交えることは可能かな。お金もな、節約しておきたいよな。ここはちょっと節約したい。この後のことを考えて。斎藤家はね、戦闘無機動、我が義を示す対名もないからね。グイグイ来るな。何ここで足利軍1万4000が清水山城か。清水山城に1万4000。ちょっと待ってくれ。援軍要請だ。北畑軍観音寺。さて、では2つの城から出陣を果たしていく。まずは小山ごぼうに丹羽長秀軍1万6000。これであれば撃退できるんじゃないか。あるいは参ろうか。いや、前田利家、松倉城、紀雲城、この辺りほんとでかいわ。信長と利家がね、巡り巡って仲間になってくれる。ありがたい。一方、清水山城の防衛戦だ。清水山城の防衛戦も味方の兵力の方が多い状態で戦える。ちょっと兵糧が心配だけど、ここは確実に敵を撃退する。さらに兵糧を買っておこう。次のターンで。うわ、大山ごぼうが落とされた。お味方が討ち死にしました。敵が我が領内に。金ヶ崎に5500。金ヶ崎に5500か。であれば逆に五条を攻めようじゃないか。というか、部分騎乗させて、部分騎乗させて兵力の数を調整しましょう。で、残った兵力で金ヶ崎城で敵を迎え撃つ。いや、ここはここで厳しいな。兵糧が本当に厳しい。報告いたします。これより、いや、見て取れるよ。表情は、これにて表情を終える。まあ謙信が兵を引いてくれてるので、まあその小山ごぼうを取るっていうのはちょっと現実的じゃないので、騎乗させましょう。ここはある意味予定通り、小山ごぼうで敵を食い止めることができたと考えましょう。兵糧がないのでね。であれば我々は、金ヶ崎城で足利義輝軍を迎え撃つ。こうやって兵糧が
じりじり失われていくんだな。我が覚悟お見せしよう。まあここは秀吉で十分にいい防衛可能かなとは思いますので。手を貸してやろう。待機いたします。だ、六角がここで北畠との戦争のために兵を引いたか。が、それでもなお7000の兵がいるので、これで足利軍を迎えると。いや、ここは采配取らない方がいい。出世のため、わしが負けられんのじゃ。で、清水山城に改めて敵が攻めてくるという状況。いや、無限にあるな、敵の勢力、兵力。8400。8400で磯川藤高対兵糧が1万。いや、ここは防衛せざるを得ないな。五詰めの兵力を用意してでもここは確実に防衛に回りたい。9400、これでなんとか勝利をもぎ取ろう。報告いたします。ゲチオ、なあ、集結拠点をちょっと誤ったな。集結する場所2700か。勝つだったな。集結地を金ヶ崎城あたりに設定してから、兵が集結してから細川藤高隊を迎え撃たなきゃいけなかったね。2700の兵じゃ勝ち目がない。で、清水山城に3500でしょ。まあ籠城させるしかないな。清水山城ではとても持ちこたえられないぞ。でも各拠点に兵力があまり詰まってない状態だな。兵糧も消耗してる。まあ、ここはちょっとでも兵糧が欲しいところですが、将来に備えた薪もやらなきゃいけない。残った金で兵糧を買いましょう。取引を行いましょう。まだ持ちこたえられる。いや、本当に悩ましいね。今謙信が大聖寺勝山城あたりに攻め込んできたらかなりのピンチだよな。いや、謙信と信玄が開戦してくれないと本当につらい。いや、ここはこのまま行こう。清水山城もう一旦は持ちこたえられるだろう、そう信じる。で、今なら和議が可能と。ここが南部の話ですね。さて、確実にここは和睦しておきましょう。報告いたします。先月の収支です。これより表情はもう農業一択よ。
とにかく今は農業一択。武将はね、盆将であったとしたら欲しいんで、問題は、僕だ。足利とは、講和。さらに、謙信とも、講和。もう、周りの兵、勢力とは講和一択よ。で、講和してる間、6ヶ月間の間に同盟まで持ち込むというのが作戦かな。それでしのぐ。だ、清水山城が落ちたか。じりじり削られてるけど、ここは講和をまずは成立させる。よし、これで一旦6ヶ月間の講和ができたので、この間にね、体制を整えましょうか。敵に攻められてもこちらの兵力が上回った状態で開戦できるだろう。ちょっとこれくらいしか思いつかないな。というわけでね、ちょっと押されに押されて厳しい状況続いてますけども、準剣所でね、活路を見出していきたいというふうに思います。大量の準剣所で謙信を迎え撃つ、あるいは剣豪将軍と呼ばれた足利義輝を迎え撃つ、これをやっていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。